チャンネル登録、お願いします。こんにちは、伊藤まりなです。いろいろなニュースから、私の気になったことを、ピックアップして、その中で、ネット上で見つけた、いいなって思える意見を、まとめてみました。今回は、福島処理水めぐって、かばう韓国政府、用日のために、韓国国内、情緒不安定、についてです。ワンパンマン、144劇目が公開されてます。埼玉先生が全然出てこないのが残念ですが、最後の最後にワンパンで決めてくださるのを楽しみにしているマリナです。韓国は二律背反。あちこちで脳内パニック中です。今度は福島処理水。6月1日、中央日報。日本の汚染水5ヶ月後に、韓国周辺海域に、韓国海洋水産部、教授の主張に反論、から。韓国海洋水産部が、最近日本の福島汚染水放流と関連して、ソウル大学原子力核工学科のソギュンギョル名誉教授が、定義した疑惑に対し、積極的な釈明に出た。政府が特定教授の主張に一つずつ、反論するのは異例だ。海洋水産部が1日に発表した、国民の健康と安全を守れるよう努力します。という題名の報道説明資料によると、ソ名誉教授は、最近ある放送に出演し、水深200から500メートルの水は中国側に行き、中国、東シナ海と南シナ海側に行って、台湾海峡を通じ、チェジュド近海に行き、東海、日本名日本海に流入するのに、5から7ヶ月かかる、と主張した。だが海洋水産部は最近発表した韓国原子力研究院と韓国海洋科学技術院で発表したシミュレーション結果を引用し、放出された汚染水のうち30水素は4から5年後から韓国周辺海域に流入し、10年後に1立方メートルあたり 0.001 ベクレル前後に到達することが明らかになった。この濃度は韓国海域の30水素平均濃度1立方メートルあたり172ベクレルの10万分の1水準と反論した。海水が流入する時期もはるかに遅く、それに伴う影響もわずかだという趣旨だ。韓国政府は用日のチャンスを逃すまいと必死です。海上自衛艦の旭日旗を、あれは旭日の衣装というだけで旭日旗じゃないとか、脳みそがとっちらかっています。同様に福島処理水についても今までの論調を変えてきました。福島からの放流処理水が韓国に到達するとしても全然薄まってて問題ないよというわけです。ちなみに旭日旗の方の教授はソギュンドク。今回登場したのは別なソ教授。ソにはうんざりですね。何ヶ月かかって韓国に到達しようと、何年後だろうと、放流時点で何の問題もない処理水ですよ。韓国政府は日本に行った視察団の情報を機に、それをちゃんと教えてあげないと。ちゃんとそれを説明できないあたりが、そして相も変わらず、汚染水、などと言っているあたりが、真摯に、新日をする気がない証ですね。この記事の続きは、ソ名誉教授の船舶の、バラスト水交換への突っ込みと進みます。記事の続き、船舶のバラスト水交換と、関連した攻防も続いた。中略。ソ名誉教授は、公海上でのバラスト水交換は、船舶がバランスを失いかねず、とても難しいと指摘した。また、バラスト水を交換しても、排出したバラスト水が再び、船舶内に注入されるため、実効性がないと明らかにした。だが海洋水産部は、バラスト水交換は、タンク別に順番に交換したり、注入と排出を同時に行うなど、船舶の安定性に影響を与えない方法で、航海中でも十分に可能で、すでに使われてた方式。ほとんどの船舶は、注入口と排出口の位置が違うため、排出したバラスト水が注入されるのではない、と反論した。中略。海洋水産部関係者は、確認されていない事実に基づいた主張で、漁業関係者だけでなく、水産業界への被害が懸念される点を考慮して、一方的な主張を、流布しないよう求めたい、と強調した。ソ名誉教授とやらは、船舶の素人のようだし、韓国海洋水産部も、ご苦労なことです。
何度も言うように、汚染水、じゃなく、処理水。問題がない IAEA お墨付きの、アルプスの処理水、です。バラストがどうのとか、関係ない。韓国政府が、処理水、だって認めれば済むことでしょうに。そこは堅くなですね。日本にすり寄って、経済を立て直す新日のふりをしても、どうしても言えないのですね。ほんと、いけすかない洋日ですよ。そして彼らが韓国周辺海域に、放射線反応が現れないと困る理由があるのです。それを日本のせいにしたい、そういうのがあるからでしょう。韓国ウォルソン原発1号機からの、20年以上の垂れ流しによる汚染を、日本のせいにでもしようという、魂胆でも、あるのでしょう。見え見えですよ。ちなみに2022年5月15日の朝鮮日報、コラム、デマに終わった、ウォルソン原発トリチウム流出、の記事では、ウォルソン原子力発電所トリチウム、三重水素、民間調査団は今月4日、第二次調査結果を発表した。ウォルソン原発の敷地内から、トリチウムが一部、漏れ出したことを確認したが、意味をなすだけの、外部流出はなかったという内容だった。まだ最終結論が出たわけではないが、昨年2月に調査団が発足してから、1年以上かけて調査した結果だ。中略。ウォルソン原発トリチウム問題は昨年1月、一部報道機関が定義した疑惑を、共に民主党が、取り上げたことに端を発する。共に民主党の議員たちは、隣接する地域の住民の体内から、トリチウムが検出されている。トリチウムは人工放射性物質だ、と主張した。だが、一般の水素より、原子核の重さが3倍重いトリチウムは、自然界にも存在する、物質だ。中略。ウォルソン原発トリチウム問題は、ムンジェイン政権の、脱原発政策を正当化する手段として、積極的に利用された。中略。調査団は、地下水を通じて、敷地外部に意味をなすような、トリチウムの流出は、確認されなかった、と発表した。近隣の海岸や、河川におけるトリチウム濃度は、基準値以下だった。中略。政治家たちが、浴びせた無責任な言葉で、被害を受けるのは常に国民だ。ウォルソン原発近くの住民たちは、根拠のないでまで、村は瀕死の状態だ、と訴えた。この騒動で近隣の新羅時代のムンムデワン流などの史跡や海岸から観光客が消えたという。今日牛病、海面上脳症、BSE に関するデマや週末高高度防衛ミサイル、サード、電磁波に関するデマを経験したのにもかかわらず同じことが繰り返され続けている。以上。さて、どちらの調査団が調べたんでしょうね。ぜひとも IAEA に行っていただきたいものです。そして、トリチウムは自然界にも存在するって知ってたじゃないですか。で、全部ムンちゃんのせいにしようとしてるけど、ニョルノル政権の後はまた、この調査結果は覆るのかな。で、最後の一文は、今日牛病やサードのデマと同じように、福島の処理水も福島産物も、デマで日本国民が瀕死なんですよ。韓国政府、韓国与党、韓国メディア、韓国民。どいつもこいつも、日本との関わりとなると、二律背反、脳内パニックなんですよ。情緒不安定もいいところ、関わりたくない、その思いが一層強まりますね。蒸し暑さの前に、パピコ消費が爆上がり中。ママと競うようにパピコの袋を開けてすすっております。ああ、キウイの果肉が夏の暑さにたまらない。キウイ味にぞっこんのマリナでした。皆さん、いろいろなご意見がありますよね。ご視聴ありがとうございました。伊藤マリナでした。また、お会いできるのを、楽しみにしています。チャンネル登録、お願いします。メンバーシップ、マリナ支援お願いします。